ザコがいるようだな。フリーザのパワーが膨れ上がっている。あそこか。ザコがいるようだな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何、あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳、うわっ、くっ、ぬが。ベジータ今だ、攻撃してくれ。よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何か来るぞ。待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。相手の実力もわからないバカが。やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。
したらその程度か。これほどのナメック星人がいたとは。おっ、てこく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 てこ貴様らに殺されたのは聖人の怒りを思い知れ。おのれ、すげえ、フリーザと互角に戦ってる。いや、それ以上だ。やっぱりすごいや。さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんでな。実力を見せることにした。俺もだ。本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな。なんだと。そんなあと2回も。見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ。今すぐだ。え？ふう。お待たせしましたね。第2回戦と行きましょうか。化け物め。どうり？ちょっと拝見。父さんから受けたダメージがなくなってる。アカンコーザッポー。ほっほっほ。ちょっちょっ。ピアピア。ちょっ。ほっほっほ。俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。
一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。それでいいんだ。ごはん、この場を離れるんだ。はい。何？この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿が見えてきたぞ。これがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか、皆さん。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。な、
なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。ガキどもには見えなかったようだが、俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。
遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん、悟空まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット、そうか、お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の仮面を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天で。やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことは、でっきれいだったけど、
サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。なんてことだ。天使って聞いちゃいねえ。お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め、今のは痛かった。痛かったぞ。
さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい、元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せば、この世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。バリタ、お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ショック。騙し討ちをするつもりだったか、情けないやつめ。だが、せっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ！ピッコロ！さっさと元気玉とやろう、完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと、鬱陶しいハイドモが。あんなところにも。まったく人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなもの。
よう、無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから、まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ、よし行ってみよう。はい。お父さん。悟空やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン、すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。あ、そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。連れてさっさと突き抜ける。